明確な課題をクリアしていく。阪神の小野康、一投手に4が6日、阪神尼崎、駅でホーム、極人権啓発、キャンペーンの1日、人権擁護委員を務めた。来季の目標に、覇15勝を掲げ、4、玉王と冒頭王の返上を誓った。勝てる投手になるため、自身が何をすべきか。制球力に不安を残す小野の場合、そうでは清見るよりも明らだから。今季小野が許した冒頭、ハリーグはストの1、ゼロ個。吉久もリーグ最多の8、1個で2くらいの中日、ガルシアが73個、ダントツ出た、いいことが分かる。吉久弦に向かい、けてコースを気にせず、大胆に、ストライクゾーンに、という思い、と改善策を挙げる。続けて、ゾーンで勝負で、切れば、だ、自尊自もは、ぶ。強い球を投げ、混んでいき、タイと芯、向かい勝負に、意欲を示し、た。四球と冒頭が、続けば、あ、という間、二走者を得、天剣に背負い、う。そこから失点すれば毒ビスモーになりかねない。冒頭の数は気にしていなかったと前置きしつつ、改善できればもっといい内容で一試合投げられると思うので、と回答。辺野古だは理を口にした。駅前に訪れたファンの前で、来季の目しるべを尋ねら、出ると1、5勝ですと高らかに宣言した賞の2つの汚名返上でハードルを越えていく。